け空ですか。こちらはですね、夕焼けではなく朝焼けです。朝ですか。はい、はい、沼田市の小野光一さんが送ってくださいました。ありがとうございます。朝5時頃に撮影された写真です、はい、小野さんにはこの雲があるものに見えたんだそうです。何だと思いますか。ヒントは色です。あるもの、はい、ちょっとわかんないな、ま、いや僕には竜の顔かなという気がしたんですけどね。そう見たくもないですよね、はい、小野さんには火の鳥に見えたそうです。なるほどね。日の出前に起きて空を見るのが日課の小野さん、この日は特に朝焼けが綺麗で雲の形が崩れる前に急いで撮影しましたと話していました。まあ、確かにあの雲の形を見てるといろんな想像ができますからね。面白いですね。楽しいですよね。好きです。群馬でした。